プロフェッショナルモダン部門決勝です。プロフェッショナルモダン部門12組の選手に登場していただきましょう。モダン部門の選手が登場しました。なんか優雅なスタイルなんだけど勇壮にも見えるんですよね。私このシーンでは。そうですね。さあ12組が揃いました。それでは発表します。決勝進出1組目はエントリーナンバー1番石原翔三、渋谷東子組。いつもよりいい成績をいただいていてとてもハッピーに踊れてます。残れたらいいなと。同じく残ったら頑張って踊りたいと思います。Start with the tango. 1種目目はタンゴのその競技です。石原翔三、渋谷東子組。石原組ですね、はい、初めての決勝進出です。非常にいい運動能力と、ダンスの感性を持ったですね、はい、将来有望なカップルの一組ですね。規定フィギュアを中心にご覧いただいているわけなんですけれども、この最初の1種目目というのはやはり緊張するんですか？モダンの緊張しますね。特にこのような規定フィギュアとなりますとですね、やはりフットワークが気になったりタイミングが気になったりですね。気になることばかりがそうですね、はい。決勝進出第2組目はエントリーナンバー24Mr. Alan Dosset and Miss Annick Jolica. Very good. I feel really good. Ready for the final. The same. In good shape. 、カナダからのドーセット組ですね。そうですね。カナダのテンダンスチャンピオンですね。今売り出し中の選手ですけども。足の使い方が、ボディまで、到達していないような感じがしますね。もう少し足の使い方がボディまで到達していきますと、もう少し伸びのあるダンスになると思います、はい。まあ、これからの選手ですよね。つまり足だけで踊っているような感じがあるってことですか？そうですね。そして3組目はエントリーナンバー32番天野博文、天野京子組。もう決勝はもう気持ちよく踊れればいいと思ってますから、はい、もう自分たちの力を全部出し切ってもう気持ちよく伸び伸びと踊れたらそれで満足しようと思ってます。天野組ですね、はい、得意のタンゴですね。私もこの組のタンゴ大好きですね。迫力のあるそして風格のある踊りですね。なんかこう切れ味も良さそうですね。そうですね、ダイナミックですよね、エントリーナンバー102番檜山浩二、檜山久美子組。予選が進むうちに尻上がりに調子が上がってきたと思いますので全力で踊りたいと思います。決勝踊った回数が少ないので入れればいいなっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、はい。檜山組ですね、はい、初めてのこちらも決勝進出ですね、日本人には珍しい超大型カップルですよね。大型と言いますと、身長が186センチですか、はい、昨年よりもずっと良くなってますね。
ントリーナンバー127番田中秀和、田中陽子組。自分たちがいいなって思うのはすごく踊ってて楽しい時なんですね。ですから今日も楽しみながら踊れたらいいなと思って、ベストを尽くすということで、やはり自分自身のベストを出すっていうのが一番難しいことですから、自分に勝てるように頑張ります、昨年度優勝の田中組ですね、どちらかというとソフトなダンスを得意とするカップルなんですけどもですね、タンゴもなかなかいいですよ。女性のヘアスタイル変わりましたね今年。そうですね、かなりインパクトがありますよね。ソフトな中にシャープな動きを持ったですね、非常に厚みのあるダンスだと思います。はい、そして6組目はエントリーナンバー151番鷲見博義、鷲見直子組。今日は、非常に体調も良くコンディションもいいです、久しぶりの武道館で非常に感激しております。一生懸命頑張ります。ベテランの鷲見組ですね、ハイレベルな、実力の持ち主だと思います。ボディーリードがそつなくパートナーに伝わって踊りやすそうですよね。次のソロ競技が終了しました。